どうも、アストです。ナジンです。はい、今回アバやっていくんですけれども、はい、今回は前回に紹介した通りにゲストをお呼びしております。はい、そのゲストとは、はい、どうも、ナノです。はい、ナノさんを迎えて今回は協力プレイということで、はい、トレインかな。そうですね、トレインやっていきたいと思います。で、操作する方はですね、アキとヒノとなってる方はですね、ナノさんですね。ただの人間がナジンですね。これはいつも通りでやっていきます。で、アキとは何をするかというと、なんか語っとくっていう賑やかしをやりますので、はい、では皆さん張り切ってどうぞ。はい、張り切ってまいりましょう。スタート。プレイヤー2人は囚人から始まるんですね。これそうですね。囚人、何をしたの、この人らは。なんかの罪を起こした殺人。殺人、電車の中に囚われてるっていうのがなかなか面白いですね。絶対事故です。きっとボスが待っているでしょう。はい、さあ、ハンドガン。ハンドガン落ちてない。邪魔なの。最初点、ハンドガン手に入れて、ハンドガン手に入れて、ここが問題なんですよね、最初は。警報器をつけて通るという。警報器ね、感知感知器か。ネタに走るか、ちゃんとプレイ動画を見せるか。それはしっかり頑張ってください。この感知器を壊せないんですかね。あ、バレた。ラグはラグありましたね。ボドシってものがありました。どうなんですか。あ、やばいやばい。あ、ですね、今からちょっと南純くんの仕事を増やしたいんですが、はい、宣伝なのですが、はい、他の動画の時に、はい、ファイナルファンタジー15の再翻訳をアフレコしたという動画があるので、この動画ぜひ見ていただきたい。分かるように信じられない。この動画面白いので概要欄というか、そうですね、概要欄で必ず無事に王子をゴルイティ神父などに連れて行ってください。私もそうです。ちゃんと車で待ってもら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 このノリ、いつまでさせてくる。空前絶後のレッツゴー。明日で下手くそ。すべてのドジ、すべてのジャンプ不足の海の親、そうあれこそアーガメン、アンキトーイエーイ、ジャスティス。スルーの方針で、スルーの方針で、ね、ありがとうございます。どうするの、僕は。こちら同時に倒せないといけない。均等に減らしていかないといけない。こちら時間内に残りのボスを倒せ。ケイン、じゃあこれ、よっしゃ。耳がトルネードランチャー、こっちに行きましょう。行きましょう。オッケー、次の列車に移動中だ。ふい、順調ですね。順調っすね。あ、そうですね、ですね、今この動画が上がっている時っていうのがですね、多分だいぶもう1月も終わりかけなところだと思うんですけども、ですね、1月終わり、または2月の初めに一個重大発表があるということで。そうなの。はい、ユーミンさんガチャもあったんですか。あ、そう、出てました。まあ重大発表もお楽しみにしていただければと思います。はい、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 はずれしか聞かない感じ。はずれしか聞かない感じ。はずれしか聞かない感じ。ドドンみたいな、はずれの何。え、通りない通りない、ハズレの何時を手に入れる。いらねえ。ダラララッタラー。いけ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 。通りなをゲットした。いけいの何時。いけい、何回か行ったら絶対通りのなんて。そう、通りな。ちょっと重大発表楽しみにして。そうだ、
重大発表は2個あります。1個も知らないな、1個も知らないなんていうこと。重大発表するっていうのは、今回は2個あります。お楽しみください。初めて聞きました。初めてね。デデン。ドリナ、初めてだった。あ、撃っちゃった。ドリナ監督、初めてだった。トリナも3つあるね。さあ、ここからヘリが出るので、ミニガンを装備してみましょう。いや、トレイかな。そうですね。トレイで何ができるというのだ。テテンガラスを、このトレイのナノだ。トレイのナノ。トリナゲット。トリナみたいです。トレイのナノ。いった、ヘリ行った、ヘリ行った、ヘリ行った。死ぬって死ぬって。テテン。通りなかった。どこ死んだ。死んだ。ミニガンのランチ。ミニガンのランチ。でね、通りなかった。相打ちのランチ。相打ち。ヒデと相打ちになった。相打ちのランチ。もうなんか6つぐらい取ったんじゃん。いや、もはやいな。通りなかった。まだだ。だいぶもらった。さ。ボス？あ、くそ。あ、落ちた。え、もう落ちました。これ落ちないんか。落ちたって言ったら、いや、なんか、いや、まあ、落ちてなくて、あー、怖いな。いや、怖いな、怖いな。みんなが落ちるんじゃん。怖いな、怖いな。あー、怖いな、怖いな、怖いな。そう怯えていると、横からくすくす。かましい。どっからくすくすくす。はあ。そう思って横をパッと見るとナノさんでした。俺カサカサ動かんからな。怖いな怖いな。くすくすくす。横の音がくすくすくす。怖いな怖いなと思っていると、え、落とされた落とされた落とされたって。ででん。通りない。成功したと思ったら何じゃ。かわしい。いたーざーとーここで落ちてしまった。まさかのファーストステージ敗退。悲しいな。いやー、今年は優勝候補かと思われたんですが、いやー、ここで落ちるとは思っておりませんでした。誠に不甲斐ない結果で申し訳ありません。前回チャンピオンがここで消える。大波乱のこのステージ、何が起こるか分からない。バレたバレたバレた。バクバクバレると思いました。続く何時その奥に感じた。何時何時何時先輩残るわ。何時先輩先輩ケイ危ない。タン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 、ゲイ寝てるけど。ちょっと休憩していきましょうか。休憩していきましょうか。HP 回復待ちましょう。そうそうそう。一番脱落者の多いサードステージ。望むは、前回、ファーストステージ敗退、ナンジと。あ、やかましい。ファーストステージ。上から行きましょうか、上から行くことを決めた、ナンジ。この判断、一度出るか。京都で。多分京都で。ちゃん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 。ゲー。あの音あったら変えてきなちゃんと。音あったら変えてきなちゃんと。お互いに回復してね。もはやもうすごい。さあ、いいキーをホールドしたらタイマーが作動する。タイマーが作動してからは2分。さあ突破することができるのでありましょうか。サードステージってさ、時間制限なかったもんね。ない。やろ。ない。さあ、いい気をして、さあ、スタートした。敵が現れる、いたーいたー、突撃したー。おっと、ここで、一旦様子を見るか。さあ、ここは2つのステージスイッチを全て作動させなければなりません。透明な敵もいます。さあ、どう攻略していくのか、南人とナノ。いたー攻撃。さあ、攻撃しました。敵を倒しましたね、一体。さすがいったー。
さあ攻撃完了した、オープン。夢はここのステージを最後までクリアすること。そんなこと言ったかな。さあレベルポイントを全て体力に振るのか。体力に振って一つ攻撃力を回すか。いや体力、さあ体力に振った。さあこの次はボスとの戦いになる。さあボスとの戦いになる。アリナを使って一回移動しなければならない。さあどちらから行くか。何があってもここで死ぬことは許されない。さあベースの位置をして、さあ真ん中の大きなこの鼻に引っ張れば下に落ちてしまいます。ここに落ちれば命はありません。いや、さあ落ちないとは分かると思うんですけど、落ち進めないんですけど、落ちないといけないみたいなんですけど、あーっとここでこの金網を開けてしまった。さあこのままどうしていくのか。南人とナノ突破かな。突破かな。よっしゃ飛び込んだ。さあここからは時間の勝負。さあどれほど集中して攻撃を当てられるか。死んだなんと、ここで無念の敗退。無念の敗退。途中までの道のりは良かったが、ここで会えなく力尽き。あった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 。残るのか。あ。なのも、サードステージで会えなく敗退。